ここからは最新の気象情報をお伝えしていきます。今日も北日本では雪の降るところがありそうですね。そうですね、はい。北海道は、低気圧が通過中ということで、はい、今日1日、まあ、雪が降りやすい状況ということになります。はい。まず現在の状況ですね、皆さんからの報告を見ていきますと、まあ、かなり雪の報告をいただいていますし、雨雲レーダーで見てもですね、かなり広い範囲で雪雲がかかっているということが分かります。はい。現在の気温も少し見ていきますと、まあ、1度ないし、0度というところが多いんですけれども、昨日の同じ時間と比べますと、まあ、10度も、低いわけなんですけれども、まあ、それでもまだ、氷点下のところが多いということで、まあ、雪が積もりやすい、気温ではありそうです。で、はい、この後ですけども、今日1日雪が降っていきますので、まあ、積雪としてはですね、まあ、5センチから10センチぐらいの、増加ということが見込まれますけれども、特に午後は風が強くなりそうですので、沿岸部中心にですね、少し、吹雪というところがありそうです。はい。昨日と比べて今日は10度高いということですね。はい、そうですね。はい。気温の変化もそうですけども、この後は雪質などにも変化がありそうですので、はい、ご注意いただきたいと思います。さあ、そして今後の予想も見ていきたいと思いますが、夜はどのくらい小雪が降っていくのかなどはいかがでしょうか。はい。天気変化を見ていきますと、はい、このようにですね、北海道はずっと雪が降り続きまして、時間を進めていってもですね、はい、まあ、道東方面はですね、少し天気回復、晴れてきますけれども、日本海側の方はですね、まあ、雪がずっと降り続くといった状況です。うん。はい。積雪の変化を見ていきますと、北海道中心にですね、まあ、5センチないし10センチ、多いところでも10センチを超えるような、まあ、積雪の増加ということがあります。まあ、これまでほどではないんですけれども、まあ、着実に、増えていくということになります。はい、わかりました。この後も北日本、特に北海道方面での雪の降り方、はい、引き続き注意をしていただきたいと思います。